はい、プロスペクト法律事務所の弁護士の坂口康史です。大谷翔平さんの元通訳人である水原一平さんが違法賭博に手を出していたということで大変な話題になっています。日本で、違法賭博に手を出したら、当然賭博罪とかの犯罪になってしまうっていうところがあるので、絶対やめていただいた方がいいのかなと思うんですが、この水原さんの件なんですけども、アメリカでも、違法な賭博っていうのがあるみたいで、そこでお金を、違法賭博にお金をいっぱい使っていたりだとか、あとなんか大谷翔平さんのお金を勝手に使ってしまったみたいな疑いもあるということで、かなり物議を醸しているっていうところになります。で、この大谷翔平さんが水原さんの違法賭博について知っていたのかどうかとか、その借金を肩代わりしてあげちゃったのかどうかみたいなことはちょっと報道も錯綜していて、よくわからないところではあるので、それは今後の、大谷翔平さんのお話だとか、捜査の結果を待つしかないのかなというところだとは思いますが、今回の違法賭博でお金を使っちゃいましたということに関連して、ギャンブルで借金を作った場合に破産が認められるのかどうかみたいなことが結構巷で話題になっています。はい、でちょっとこれはアメリカでの話じゃなくて、あくまで日本の破産のことについて説明させていただくと、破産法という法律にはギャンブルで作った借金については浪費でできた借金ということで、原則的には免責をしない、要は破産をしても返さないといけない借金になってしまうというふうに規定はされています。だから、よく実務を知らない人だと、ギャンブルでできた借金だから破産しても意味ないよ、返さないといけないことは変わらないよとかって言われちゃったりだとか、ヤフーニュースとか見てると弁護士さんなのにそんなことを説明してる、ギャンブルでの借金は破産しても意味がありません、破産しても支払い続けなければいけませんみたいに書いちゃってる人とかもいたりはするんですけども、実際日本の破産の場合だと、パチンコとかギャンブルで作った借金がたくさんありますっていうことでも、裁量免責って言ってちゃんと破産の手続きに協力をして、正直にどうしてこんな借金を作っちゃったのかっていうことをちゃんと説明すれば、裁量免責っていうので免責が認められて、もうお金は返さないで良いということになることが基本的にほとんどです。はい、だからギャンブルで借金を作っちゃった、だから俺は破産をしても意味ないんだとかって言って借金に苦しんでる人とかもしいるんであれば、それはちゃんと破産を分かってる弁護士さんに相談していただいて、しっかり破産の手続きでその借金地獄から抜け出していただければと思います。